カジキ駅は、鹿児島県愛良市カジキ町ハンドにある、九州旅客鉄道日本本線の駅。事務官コードは94万521。ホームから見た改札口左が1番乗り場、右が3番乗り場単式ホーム2面2線を有する、地上駅。互いのホームは、古戦橋で連絡している。JR 九州サービスサポートが、駅業務を遂行する、業務委託駅で、 緑の窓口が設置されている。IC 乗車カード、守護課の利用が可能で、簡易守護課改札機が設置されている。守護課は、緑の窓口や自動券売機で購入できる。タッチパネル式の IC カード対応自動券売機が設置されており、守護課ポイントのチャージや IC カードでの特急券の購入などが行える。また、 改札内にも IC カードチャージ機が設置されている。旧、カジキ町の中心部。周辺には地方検察庁と地方裁判所の支部、税務署などが置かれている。カジキは古くからの港町で鉄道開通により衰退していたが、鹿児島のベッドタウンとしてまた開けてきた。姉良市役所カジキ総合支所は当駅と隣の近郊駅との中間くらいに所在する。 かつては、JR 九州バスが運行されていた。日本国有鉄道旅客局、鉄道、航路旅客運賃、料金算出表昭和59年4月20日現行。停止省国時代238号、官方1901年6月4日エビ、サイト上大隅大河原国分鹿児島間44日ぶり、開通 JR 九州。交通新聞、P2。 交通新聞、P1、かつて直営時代にもマルスが設置されていたことがあるが一度撤去され、ポスター末のみの設置となっていた。その後、2014年2月に再度設置された、駅物乗車人員上位300駅、九州旅客鉄道、2020年12月28日閲覧、1935年運輸営業開始、鉄道省告示第43号、 漢方1935年2月15日。ありがとうございます。